うちの子が可愛すぎて仕事に行きたくない。七色の神々に見守られるファンタジー世界を舞台に、一人ぼっちで森の中で保護され養い子となった魔人族の少女ラティナと、親バカ冒険者デイルの時々シリアス時々残念なハートフルストーリー。うちの子のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。テレビアニメ化決定。